は、マイアンドです。今回は女子が本気で付き合いたいと思う瞬間についてお話ししていこうと思います。ただいま15時20分なんですが、寝起きでございます。ちょっと今日は顔がむくんでいるかもしれない。男性だったら多分知らないっていう人結構多いと思うんですけど、私生理痛っていうのが実はない人なんですよ、あんまり。ただその代わり排卵痛っていうのがある人で、全体的に見たらそんな多くないんじゃないかなと思うんですけど、生理痛は生理中に起こるその下腹部の痛みなんですけど、排卵痛っていうのは生理が来る前に起こるお腹の痛みなんですよ。これが結構ね、生理痛とそんな変わらないぐらい痛みを伴うものが多くて、その代わり生理の大体3日前ぐらいに来ることが多いので、その生理日をほぼほぼ予測できるっていうちょっとしたメリットがあるんですけど、生理の時って結構眠くなる人多いんですけど、排卵痛でも結構眠くなる人が多いって言われているんですけど、私が結構ねそれで多くて、だから今日のなんか生活リズムがやばくて起きたら2時だったみたいな感じでしたね。今回話していくことなんですが、付き合いたいなって思う瞬間ってそうそう多くないと思うんですよ。これ男性と女性で付き合いたいなって思う瞬間ってやっぱちょっと違ったりするので、そういったところについて今回は重点的にお話できたらなと思います。一つ目は運命や奇遇のつながりを感じた時です。例えばこれは血液型や誕生日、性格が似ているなどなど、相手と共通点が多いなって感じた時に、男性よりも比較的女性の方が運命だなとちょっと感じたり、他の人にはないようなつながりを感じてあなたのことを気になったりすることがあります。例えばなんか占いとか科学的に証明されてるものではないけどハマってしまうものってあったりすると思うんです。これって結構占い以外でも何でも男性よりも女性の方がハマりやすいって言われてるんですね。それはこの運命や奇遇のつながりっていうのを感じた時にドキッとしたりとか、こう思いを巡らしたりしてそこから意識してしまうとか、そういったことが起こるからです。これなんで女性はって言ったかっていうと、男性の方が比較的女性に比べて第一印象でその人のことを見る傾向が高いんです。女性の方が知ってけば知っていくほど相手に心を惹かれるとか、逆を言うとちょっと好きになればね時間かかる方が多いんですけど、男性の場合だと一目見た時からちょっといいなと思ってた人に対してどんどん好きになってったりとか、逆に一目見た時にいやこの人はないなと思ったらそんなにそこから好きに逆転することってあんまりないっていう人の方が実は割合的には多かったりします。実際に今好きな人がいたとして、その人と何かつながりとかアピールできるものって自分ないなって思う人も結構いると思うんですよね。今回の一つ目の話したこの運命や奇遇さを感じさせるというのは、もうちょっと抽象的なもので言うと何か近いものを感じさせるっていうことが重要になってくるので、実はあなたと相手の間では実際に近いって思うものがなかったとしても言い方次第でいけることがあります。例えば私 B 型なんですけど、相手が仮に A 型だった場合、この A と B って世間一般的には相性悪いよって言われること結構多いと思うんですよ。相手との距離感を寄せたいのであれば A と B って相性悪いって言われがちだけど、会う人と会わない人に差があるということが正しい意味らしくて、 A 型と B 型で結婚まで行く人もかなり多いらしいよという言い方をしてみるとどうでしょうか。これだとなんか A と B って割とね懸念される仲みたいな風に扱ってるところもあると思うんですけど、それが逆にちょっとこう縮まった感じしませんか。中には血液型での相性をすごいこう重要視する人とかっていうのもやっぱりいるので、だそういう人には今みたいな言い方をしてあげるといいかもしれないです。その他にもあかりちゃんとはすごい昔から知り合いだったような気がするというすごい偶然だったり運命感を匂わせる言い方だったり、なんかうまく言えないけどすごくあかりちゃんといると居心地いいなって感じるんだよねなどなど、なんかうまく言えないけどちょっと前に会ったことありますとか、こういう言い方をされるだけでも女性からするとちょっとキュンときたり、あれなんかこの人のこと若干気になるなと思えるような言い方をすることができます。2つ目は新しい体験を一緒にした時です。これ女性が年上の人を好きになる傾向が高い理由の一つとしても言えるんですが、自分がまだ体験したことがなかったり経験したことのないものを一緒にした人やそれをさせてくれた人に対してかなり記憶に残りやすい傾向があります。これは正直なところ男性も女性も一緒なんじゃないかなと思うんですけど、今もしも好きな人がいる場合はその人と当たり障りのない日常を一緒に過ごしちゃったりしていませんか。例えばこれは結構学生さんとかだと多いと思うんですが、好きな人ができたら相手がたくさん行ったことないものとか体験したものないものをたくさん経験させてあげるといいです。よくなんかもう相手の好きなところだけを一緒に、ね、付き添う形で行った
てあげるとかもあるんですけど、それだと主導権が相手に握られてしまうので、あなたがリードをしてるとか付き合いたいなと思える瞬間にまで持っていくことができない可能性の方が高かったりします。あくまでも相手が興味のあるものに少しこう絞ってあげる必要はあると思うんですが、開拓をするっていうことをたくさんやってあげるといいです。開拓地に行った時のドキドキ感っていうのが、あなたへのドキドキ感と被さる瞬間があります。これはちょっと吊り橋効果に近いかなと思うんですけど、吊り橋効果ってすごく怖いものを体験したとか、例えばジェットコースターに乗った時とか、そういう時だけに使われる傾向があったりするんですけど、新しい開拓地とか相手がドキドキする瞬間っていうのには全部応用されるものなので、確かに吊り橋効果聞いたことはあったけど自分で使ったことなかったなと思う人はぜひやってみてください。3つ目は自分のことを深く理解してくれたなと感じた時です。これはアンビバレンスという人の特性が絡んでいるものです。なので、まあ、ここに関してもちょっと男性女性というよりかは女性の方があくまでも傾向が少し高いよぐらいに思っていただけたらと思うんですけど、人は相反する感情を同時に持つ特性があるということを指します。普段陽気で何にも考えてなさそうだなっていう人が意外と現実主義でよく考えていたりなど、人間として結構ギャップがあったりとか、例えば性格面でも普段はすごい真面目で陰キャみたいな印象だけど、実は一緒に遊んでるとめちゃくちゃ面白いこと考えたりとか、なんかお笑い芸人目指してるとかあれこの人ってなんかそういう一面もあるんだって思えるようなことをしてる人ってたくさんいたりするんですよね。でこれってどんな時でも起こりうることがあって、例えばあかりちゃんってすごい普段可愛くて明るい側面が多いけど、実はめちゃくちゃしっかりしてる一面も随所で感じられるからすごいなと思うなど言ってみると、相手からすると、あ自分のあんまり見せてないなと思う部分もこの人はちょっと理解してくれる人なのかもなと、あなたに対して印象が良くなったりします。こういう相手の内側の本性っていうものを相手に伝えていくことによって、理解してくれてるっていうところからすごい大きな信頼感が生まれて、何でも相談してくれたりあなたのことを気になってくれるかもしれません。最後、男性からすごくいい匂いがした時、これね単純なんですけどかなり大きな要素なんですよ。これ主に理由は2つあるんですけど、まず1つは男性からいい匂いすると純粋にギャップ萌えするという点です。女性がいい匂いするだったら当たり前とは言わないんですけど、イメージができるというか、女性の方が例えば匂いに対して気を使ってる人の方が世の中全体に見たら圧倒的に多いので、いい匂いだなぐらいになんかこう感じる男性が多いと思うんですけど、女性から見て男性からいい匂いがした時って、でもそういうところにもちゃんと気使ってる人なんだっていう新鮮な印象を抱きやすいです。明らかにいい匂いがしそうな、もう清潔感バリバリっていう人だったらプラスポイントとして純粋に上がるっていうのもあるけども、例えばなんかそういう見た目にあんま感じない人がいい匂いをこう彷彿させるような、なんかすごいこだわった香水とかそういうボディクリームとかつけてたら意外っていう意味で、それはそれでまたプラスポイントに変わったりなど、結構ねいい匂いがすることでマイナスポイントになることってあんまりないですね。もう一つは、女性って自分の遺伝子型と異なるものを持っている男性を潜在的に匂いで判断しているという傾向があります。これ具体的に実験でも明らかになっていて、ある調査では男子学生を集め2日間昼も夜も同じ T シャツを着てもらい、その後に女子学生に対して2日間着た T シャツの匂いを嗅いでもらったという実験をしたんですね。でそうすると女子学生から見て最も心地よいなと思った匂いを上げてもらった際に選んだものが、それぞれ遺伝子型の配列が最も異なるタイプの男子学生を選んだという結果が出て、逆に最も嫌悪感を抱くなと思う匂いはその女子学生たちと近いタイプの遺伝子を持つ男子学生のものだったということが分かっています。遺伝子型が近い人たちっていうのは、相性が合わなかったり生まれる子供も奇形種が多いと言われていたりするんですけど、こういったものを匂いから判断しているっていう傾向があったみたいです。なので女性側から見ていい匂いがするなと思う男性にほどやっぱ惹かれやすいというのはこの傾向から見ても分かることだと思います。ということで今回の動画いかがでしたでしょうか。実際にいろいろ話ししてた上で4つポイント挙げさせてもらったので、ちょっと最後におさらいしていこうと思います。1つ目は運命や奇遇さを感じ2つ目は新しい体験を一緒にしていたい時、3つ目は自分のことをよく理解してくれているなと感じた時、4つ目は男性からいい匂いを感じ取った時でした。今日はこの辺で以上になります。最後までご清聴いただきありがとうございました。バイエンドでした。バイバーイ。うーバン。